いいですね。1日1便。どうもこんにちは、ペンとカメラと雑記帳高橋です。いつもご視聴ありがとうございます。さて、今日はこんなものを購入してみました。昨日ですね、アマゾンでポチッと朝の10時20分ぐらいなんですけどもさせていただいて、そしたら夜のうちにですね、何時かはちょっとわからなかったんですが、郵便受けに10時過ぎぐらいかな入ってたと思います。翌日でいいんですよ、決して無理をなさらずに。このスタンプなんですけども、シャチハタのですね、ページナンバースタンプというものです。こう押していけば自動的に数字が繰り上がっていくっていうものですね。あ、そうそう、1614円でした。全然いいんじゃないですか。ただね、これ問題はわかるかなという、すぐ使えるかなと思うんですよね。ああ、なるほど。2桁目までは自動で繰り上がっていくんですけど、3桁目は手動で変更しなきゃいけないんですよね。しなければなりませんとは書いてなくて、手動で変更ができますって書いてありますね。うん、いいですね、こういう言葉の使い方。顔料系、油性顔料系インク、耐水耐候性優れておりますということですね。長期保存が可能です。パッケージはね、ちょっと古いですかね。今のエコの時代にはそぐわないパッケージなのかなと思います。よいしょ。こちらにもいろいろ書いてありますね。最初のね、セットアップがね、これ押しても出てこないんでしょう。しかも、なんか安全の何か、あ、これかな、ん、あ、しっかりと持ち、透明スライドをカチッと音がするまで押し込んでください。押し込みました。両側のダイヤルを合わせてインジベルトの数字をセットする、こういうことですよね。ごめんなさいね。そうだ、こうなってるから、これが最初で01とかだったら、こういうことになるんですかね。001、あ、これダイヤルいいですね、案外。うん、ピタッと決まる感じで、ナンバーとか、あ、間違えた、あれ、これはどうするの、あ、これ手でやんの、あ、引き抜いて回せか、え、ああ、こういうこと、あ、こりゃ失礼しました。これでカチッと押して、うん、で必ずこれを押し込むと、セット終わったらね、はい、ということです。で、左ん、ロックボタンを押して透明スライドを戻す、おお、インクを入れなきゃね、あれ、これか、回す、ホルダー、本体を行ってますね。付属のカートリッジ式パッドにスタンプパッド全表面全体が染まるくらいインキを塗布、約10滴。え、うわ、ん、あ、1、2、3、4、5、6、お、染み込んでいく、7、8、9、10、あら、なんか部分的になっちゃってる、これ全面いかなきゃいけないですよ。じゃあちょっと、うん、はい、もう10滴どころか随分いっちゃいました。10滴で約300回できるんです。おお、すごいですね、1年分打てますね。約こういうことこういうことですよ。これでこう入れりゃいいんですね。あ、うん、あ、矢印がついてた。これね、こういうことですか。おーおーおー、なるほど。で、はいはい、行きました。そしてここにシャチハタのロゴが入ってるんですけども、
ということはこれを手前にして押せば大抵いいんでしょうね。はい、行ってみましょう。行くぞ、せーの。おー、いいですね。あ、思いのほか大きい。あ、いい。あ、これはいいですよ。これは楽ちんだ。どんどん押していけ。あれ、うん、押していけ。あれ、何が問題なんでしょう。あんまりしっかり、あ、しっかりやると下に固定されちゃうんですね。ポン、あれ、ポンとポンとポンと行きたい。うん、なるほど。あ、ちょっとインクつけすぎちゃったんですね。だけどまあ、うん。そしてまた新たにナンバーを変えるときには、引くのかな。あれ、2桁目はどうするの。あ、こっちか。ああ、こう一周しなきゃいけないんですね。これでいいのかな。じゃあここに打ってみます。えい、あ、2になっちゃった。あ、そうか、なるほど、分かってきましたよ。あ、1はどちらでも行くのか。うーん、なるほど。よし、これで次からは1で行けますね。はい、こんな感じでしょうか。いや、これはいいものを買いました。ちょっと番号が大きいかなとは思うんだけど、意外にトラベラーズノートにこれを打ってみるといいのかもしれない。はい、ちょっと考えたいと思いますけど。はい、というわけですね。今日はこんな感じの開封動画になっちゃいましたけども、こういうものをね、買ったはいいけど使い始めるのがちょっと億劫な気分の時ってありますよね。今日は動画撮らせていただいて、おかげで使い始めることができそうです。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。猫にご飯をやります。